Hi everyone, welcome to my channel. It's Ali here. こんにちは、エリーです。ちょっと声がまだ風邪の治りかけかなんかで声がガラガラなんですけど、すいません。別にすごい風邪をひいているわけではなかったんですけど、実は今日、1月23日木曜日なんですけど、今日ね数時間前にドクターの検診があって、双子ちゃんの大きさを測る検診があったんですけど、その結果でやっぱり前にもお話ししてたかと思うんですけど、男の子の方は割とまあ順調に体重が増えていて、それでもまあ平均よりちょっと低いんですけど、体重は増えてたんですけど、女の子の方がやっぱり前回2週間前よりも全然、体重が増えていないっていうことで、本当に 100g くらいしか増えなかったっていうことなんですね。でちょっと心配、まあちょっとというか結構心配ということで、急なんですけど今日の夜から2日間入院をして、モニターで赤ちゃんのチェックをして、あとステロイドでの治療、私もそれは初めて聞いてよくわからないんですけど、ステロイド治療っていうのがあるみたいで、それを行うそうです。でそれで結果次第でどうなるかっていう感じで、もしかしたら生まれるまで入院っていう可能性もあるし、もしかしたら早く生まれなきゃいけないかもしれないし、もしかしたら普通に退院して普通に生活できるかもしれないしっていうのが、ちょっとこの2日間でどうなるかっていう感じなんですけど、それをなんか全て皆さんに今回の妊娠シェアしてきたので、この経験もきっと同じような経験される方もいらっしゃると思うので、動画でシェアしていけたらと思って撮っていきたいと思います。私ももうなんかいきなりその言われて入院ってなって、もう今あたふたしていて、今からちょっとシャワーで化粧とか落として着替えて、入院のパッキングして2日間入院できる準備をして病院に向かいたいと思います。では薄っぴんですけど失礼します。今5時で、今から病院に向かいます。病院まで20分もかかんないかな、15分ぐらいだと思うんですけど、ちょっとドキドキします本当に。ヘイリーが大丈夫かもすごい心配だし、多分大丈夫だと思うんですけど、2泊3日すごい心配ですけど行ってきます。部屋に着きました。はいってヘイリー。マミ着替えるよ今から。こんな感じです。ヘイリー出産した時もこういう感じの部屋だったなって懐かしくなっちゃいますね。そう一応ここの病院はもう本当にお産用の病院に今来てます。でそれでバスルームがついてるので、シャワーとかもついてるので、こんな感じで今からこのなんて言うんだろう、病院のガウンに着替えたいと思います。靴下もなんか今日出産する気分になっちゃうけどこんな感じです。ガウン着て今心拍を確かめます。赤はい次はグリーンメロディー。ご飯が届きました。今日の夜ご飯、病院のご飯は多分もう2年半ぶり、ヘイリーを産んだ時以来なのでちょっと鼻声ですけどさ。おーわーそごミートボールパスタと、これなんだ、バターナッツスクワッシュ、パン、サラダ、スープ、あとはフルーツ、あれスープはアイスクリーム、アイスクリームクッキーです。いただきます。いただきます。バイバイヘイリー。寂しいね。Be gentle, okay? Mommy's not feeling good. Wanna hold her for a second? Oh, I'm gonna miss you. 寂しいよヘイリー。Bye bye guys.If you need me. Yeah, I'm sad. Girlies. Bye, mama. Bye, bye, mama. See you here next time. See you tomorrow. If I come by, let me know when I can come and I can come. Yeah. Bye. Bye. Ansa, love you. Bye bye. ダディとヘイリーが帰っちゃいました。寂しい、やっぱり。なんか病院に一人っていうのもやっぱり寂しいですね。辛い。なんかそうアイスクリーム食べながらパソコンでちょっと編集したり映画見たりして過ごそうと思います。はい、いいわ。はい。Good job. I miss you. I see you. ダダ、ママは Did you have a breakfast? No, just reaching out of bed. Okay. You're so cute, Hailey. おはようございます。2日目の朝です。今7時で、そう昨日はもうずっと今ストラップをね、全部モニター用につけてるんですけど、それをつけたままで寝ないといけなかったので全然寝れずで、ナースが何回か夜中に来てチェックをしたりとかするので、そう多分4時間5時間ぐらいしか寝れなくてクマがやばいですけど、すいません。でも今のところ、まあ、ベビちゃんたちも問題なく心拍もすごくいいし問題はないっていうことで、そうで多分今日の夜もう一回ステロイドの注射を打って明日の朝帰ってっていう感じになるようなんですけど、今日は、このモニターチェックも4時間に1回になるのでちょっとフリーになれるから歩いたりとかできる。歩いたりもできなくてトイレ行くのもね、コードを持ってトイレ行かなきゃいけなかったりして面倒くさかったので今日は割と良さそうです。で、まあ、今日はのんびりして映画とか。なんかドラマとか一日見るしかないかな過ごして明日の朝まで頑張ります。でさっき朝ごはんをオーダーして早速朝ごはんが到着しました。今日の朝ごはんスペシャルはパンケーキ、かわいいミニパンケーキとフルーツ、バナナ、これなんだろう、シリアルシリアルいらなかったけど、デカフのコーヒー、パンケーキが意外と美味しいです。イエーイ。今お昼前です。ちょっとお昼寝をしてしまってほっぺが真っ赤になってるんですけど、で今さっきお昼をオーダーしたんですけど、その前に映画をピックアップして Amazon プライムでこの映画を見ようかなと思います。 Netflix 見ようか迷ったんですけどいいのがなくて、これすごい見たかったから今のこの日のチャンスと思って「Once Upon a Time」ってブラッド・ピットとなんだっけレオナルド・ディカプリオのやつを見ようかなと思います。彼とヘイリーがお留守番頑張っててくれてるので多分午後お昼食べたら来てくれるんじゃないかなと思うので、それまでのんびりしようと思います。もう本当にのんびりしすぎてるぐらいのんびりで、私あんまり暇なのが好きじゃなくてじっとしていられない性格なんですよ。皆さんきっとご存知だと思うんですけどゆっくりねこうのんびりするのが苦手なので変わってるかもしれないんですけど、こう何かしてたいタイプでこうちょっと忙しくするのが好きって言ったら変ですけど、なのでなんか変な気分です。飛行機の中にいるような気分というか、のんびりするのが一番ねいいことなんですけどね、今日は一日のんびりしたいと思います。音がうるさいかもですけど今お腹にモニターをつけてます。これですごい動いてる。20分ぐらい心拍と、陣痛とあと動きを確認してます。双子だと難しいみたいですごい時間かかるんですけど、これをやりながらちょっとご飯を待って映画を見てやろうと思います。ちょっとモニターの音が響いてますけど、お昼が来ました。これランチスペシャルでチキンとライス、アスパラ、パンとフルーツと、これはバターナッツスクワッシュのスープかな。意外と美味しそう。いただきます。 Hi Daddy. Hi guys. Are you tired? No, I'm okay. Are you okay? Thank you so much for taking care of her. It's fun. We had a fun time. Eddie, パズルする？パズル。Yeah, puzzle time. Can you do puzzle? Yeah, puzzle time. Puzzle time. パズルしよう。うん、パズルタイム。ダディがメキシカンフードを買ってきてくれました。このチキンスープとブリトー。これはヘイリーと分ける感じで。このスープすごい美味しい。チキンとご飯と。It's really good. 優しい味がする。Oh, I love chicken soup. Right? It's so good. 明日までね。ダディいるよ。ダディと明日まで一個にしてね。So, Baba sheep, so Baba sheep. Have you any roof? Yes, sir, yes, sir. 3 bags for the one for the master, one for the little boy who lives down the lane. Slide. Ah, sleepy. She's tired. Thanks for visiting. Wow. I'm gonna miss you, but tomorrow, okay? Tomorrow morning. Bye bye. Bye bye. I'm sad. See you soon. Yeah. Bye bye. Night night, Haley. Bye, Han. おはようございます。3日目の朝です。今土曜日の朝6時半なんですけど、今ちょうど朝食をオーダーしたところで朝ごはんを食べようと思います。いっぱい食べようと思ってたくさんオーダーしちゃいました。で、今日は朝先生とお話しして、多分午前中には家に帰れるので、もう家に帰るのが楽しみで仕方ないです。やっぱり病院だと寂しいしね。やっぱり家族と一緒にいるのが一番ですね。朝ごはんが届きました。大量に頼んでしまったんですけど、オートミールとブルーベリーとスクランブルエッグと、あとフルーツの盛り合わせとヨーグルトとトッピング、オートミールのトッピング、オレンジジュースです。いただきます。今最後のモニターチェックをしています。ここでこれが終わったらもうすぐサインして退院できるってことで、今、彼とヘイリーがこっちに向かっている感じです。で、さっきドクターとお話をして、赤ちゃんたちの心拍とか健康状態には問題がないということで、まず木曜日にまたね、検診があって、その検診で赤ちゃんの成長、また体重とか大きさを測るんですけど、その時の時点でどのぐらい成長しているかっていうので、今すぐ産まないといけないのか、もう少しお腹に入れるのかっていうのが決まるそうです。なので、もう出産の準備も今帰ってからいろいろ準備しださなきゃと思って、一応すぐ産める状態にしとかなきゃっていうのと、まあね、できる限りお腹にいてほしいですけど、でもお腹で成長できないよりは外に出て治療を受けて健康でね、育ってくれる方がいいみたいなので。どうなるかすごいまだまだ不安ですけど、健康で無事生まれてくれることを祈って少しの間頑張りたいと思います。おはよう。 Thank you mama. Why thank you mama? We're going home. I mean, I'm going home. 今からお家に帰ります。やっと帰れる荷物を持って。 Yeah, I got my phone and my purse. Let's go. Say bye bye. お家帰ります。 You ready to run? All the way down. You're gonna run? Go, 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 go. Run, 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 run. Go run. Faster. もっと早く帰ってきました。はいってはいして会いたかったよりという感じで無事お家に帰ってきたので、まあ、木曜日の検診までどうなるかわからないので、まあ、それまでのんびりして過ごして、まあ できればね、もうちょっとね、双子ちゃんにお腹にいてほしいですけど、まあでももしかしたら早く生まれてきてしまう可能性もあるので、という感じで木曜日の結果次第で、まあ、どうなるかっていう感じなんですけど、まあ、YouTube、Instagram の方で、多分 Instagram の方がシェアするの早いかなと思うんですけど、報告させていただこうと思っているので、また皆さんにまあね、いろいろシェアしていきたいなと思っています。本当にどうなるかわからないのですごい不安ですけど、で皆さんにたくさんご心配をおかけしてしまったかと思うんですけど、まあ、健康で無事生まれてくれることをとにかく祈って、それまでゆっくりのんびり生活できたらなと思います。という感じで、また次回の動画までぜひインスタグラムの方、フォローの方お願いします。インスタグラムの方にはパッとその時の状況をシェアすることが多いので、ぜひぜひフォローしていただけたら嬉しいです。では次回の動画まで。 See you next time. バイバイ。はい、バイバイはバイバイ